ピアノ教室応援コーチのピアノ教室コロナ対策動画オンラインレッスンアプリ編、オンラインレッスンどんなねアプリを使ったらいいのかというね、これからオンラインレッスンを始める方へ向けてですね、お知らせしますね。おすすめはですね、アプリ探すとなったらもういくらでも山ほどいろんなものがあると思うんです。ですがこのコロナの問題が本格化してですね、2月26日に全国の学校が休校になってから、大手の教室が、休校、一緒になって休校になった時にですね、すぐに自宅のピアノの先生たちにオンラインレッスンの提案をしました。で、とりあえずですね、私の中でおすすめだなと思ったのが、Zoom、そして LINE のビデオ通話、そして FaceTime ですね。今までいろんな先生がやってきたのをご提案しました。そうしましたね、ここで1ヶ月半ぐらいするんですけど、1ヶ月半試行してみての感想ですね。おすすめです。やはり Zoom おすすめですね。機能が充実しています。パソコンであればですね、2画面で見れたりとか、ずっとパソコンつなぎながら生徒さんをどんどんこう入れ替えできる。これは有料版ですけどもね。そんなところで、一番こう使い勝手がいいということで、割と軽いという、回線が軽いと言われてるんですけどもね、こちらのズームおすすめになります。機能が充実しているということとね、いろんなことができるということです。はい。次はですね、LINE ビデオ通話。こちらも人気があります。こちらのメリットはですね、手軽ということですね。日本国民ですね、かなり LINE が浸透している。特に、皆さんの、生徒さん、対象生徒さん、30代、40代の保護者のお子様であればですね、そうした保護者がですね、かなりのパーセンテージ、LINE を持っているということで、手軽ということでですね、ちょっとそういった IT に関してね、苦手なんだよっていう初心者の生徒さん向きにはですね、この LINE はですね、とても便利です。先に、ね、LINE でもすでにやり取りをして、いらっしゃればそのままできますし、公式 LINE で何かこう、発信している方はですね、別に個人 LINE をつなぎ直してやっていただくということで、こちら大変、気軽ということでおすすめですが、実際試行してみてですね、少し問題となっているのは、少し時差があるということなので、その時差をね、うまくレッスンでカバーされるという意味では、良いかと思います。そしてですね、その次に出てきたのが、FaceTime。こちらですね、こちらは電話番号でできるんです。このメリットはですね、やっぱりこの上の他のアプリに比べて大変音質がいいということで、皆さん比較してみたらいいと思うんですね。もちろん、ものすごい、なんですかね、リアルレッスンほどの、質はないですけれども、他と比べると、一番音質がいいんじゃないかと言われています。ただこちらですね、Apple 製品同士でないとできませんので、相手が Android の方はね、ちょっとこれは使えないなぁなんて思います。あとですね、Skype、昔ながらのね、Skype というのもあります。こちらですね、他に比べてちょっと通信が重いというふうなことがありますので、この辺のまず4つをですね、お試しになって、ご自身で、やってみて、また生徒さんにいろいろ試してみて、どれがお好みですか、どれが一番便利ですか、というようにね、生徒さん、各生徒さんとですね、緻密に打ち合わせをしながら、ずっとズームでもいいかもしれないですし、今日は LINE でやりましょうとかね、今日は FaceTime でやりましょうみたいに、いろいろですね、生徒さん、の間とですね、調整されたらいいんじゃないかなと思います。ぜひ参考になさってください。はい。そしてですね、こちらの、Zoom、LINE ビデオ、FaceTime のですね、初めの解説動画はですね、こちらで配っています。豊かな、ピアノ教室を作る方法ということでね、こちら入っていただけますと、QR コード読み込んでいただいて、やっていただきますと、こちらで無料で配っております。特に Zoom はね、ちょっと解説が難しいですので、その生徒さん用のね、Zoom の動画なんかも発信してますので、こちらの方をご参考にされたらと思います。今度はですね、そのアプリの問題なんですけども、お困りですけども、
スマホにアプリが入りませんっていうね、方がいらっしゃいました。こちらはですね、対処法としては、まず原因のうち、スマホが不具合というかね、なんですかね、負担がかかりすぎている場合があるので、一回再起動ですね。一回電源を落として、もう一回再起動して、もう一度やってみてください。それでもできない場合はですね、原因に。設定画面でですね、ソフトウェアをアップデートしましょう。よく次のにアップデートしましょうなんてお知らせが来たりするんですけども、あまり詳しくない方はそういうのをほったらかしにしているケースもありますので、ソフトウェアをね、アップデート。設定画面で大体ね、できるかと思います。それをアップデートしておきましょう。はい。あとですね、ストレージって言ってですね、そのスマホの容量、これもとても大事になりますね。ストレージを確認してみましょう。設定画面からですね、そのスマホ、皆さんがご購入されたときにですね、もうそのストレージっていうのは決まっちゃってるんですよね。例えば、32GB、64GB、128、516、516、っていうようになってます。で、それが使い切っちゃってるとですね、新しいアプリが入らなかったりします。その場合は、いろんなものを削除したり、いろんな、いらないものをね、削除したりしなくちゃいけないんですが、まずはですね、自分がどのぐらいのストレージを持っていて、今どのぐらい使い切っているのか、ほんのちょっとしか残りがなかったら結構、新しいアプリが取れない可能性はありますので、何か捨てるものをね、例えば動画なんかはですね、とても、重いですので、そういった動画を捨てるとか、削除するとかね、まあ、そういったことでやってみてもいいかもしれません。そして原因のよう、まあ、これはね、ちょっと残念なんですけど、やっぱスマホが古すぎる場合はですね、そもそもそのアプリが入らないとか、まあ、そういうこともありますので、そうですね、まあ、5年前のスマホだったりすると、ちょっといろいろ調べてみて、それが、アプリが対応できるかとか、まあ、そういうのを見ていただくといいかなと思います。そしてですね、Zoom が使えなくなるなんていう質問もありましたけど、今のところこれはですね、相当ような情報はないので、もう少しですね、そちらの情報のね、真偽をね、見ていただけると、検索してみていただきたいと思います。